という寺に琵琶法師の法一という男がいた。幼い頃から目が不自由だったが、琵琶の腕は素晴らしく、特に壇ノ浦の合戦の語りは真に迫るものがあった。ある蒸し暑い夏の夜、お寺で法一が稽古をしていると、やんごとなきお方にお仕えする使いの武士がやってきた。聞けばその高貴な方々は琵琶の弾き語りを聞きたいそうで、法一は武士に連れられて大きな屋敷に通された。早速法一は壇ノ浦の合戦を聞かせた。源平の軍連れ出して壇ノ浦にも落ち合いける。ここは名高き壇ノ浦、渦巻く流れも速くしよう。さすがの源氏の強者も一度は軍を退けたれど、潮の流れを変わるを見て、ここぞとあぐる土地の声、平家の船に乗り入れる。敵の味方も入り乱れ、指し物瀬戸も船に覆われ、もみじ浮かぶる川並みの味をきつくごとくなり。から
中に経文を書いた。そして誰が話しかけても絶対に声を出してはいけないと言い聞かせた。その夜、亡霊はまた法一を迎えに来たが、経文に守られた法一の姿は見当たらなかった。しかし、和尚は法一の耳にだけ経文を書くのを忘れてしまったため、亡霊には両耳だけ見えた。おお、法一の耳だけが浮いておる。迎えに来た証拠として持って帰ろう。琵琶の腕はますます評判になり。